だまー。うわ、めっちゃ血出た。何？今日のウーバー配達中での出来事をちょっと話していこうかなと思います。最近すいません、動画上げられてなくて。最近ですね、山梨県行ってたんですよ。でまあそのこともね、まあ後日動画にしようかなと思ってるんですけれども、まあそんなこんなで結構バタバタしてまして、でまあ今日もウーバーイーツ配達とかしてて、まあいろいろやってたわけなんですけれども、今日の動画はもう動画最近上げられてなくて、これは今日一日あったウーバー配達中での出来事を話そうと。まあ多分それだったら多分毎日話せると思うんで、まあちょっと話していこうかなと思います。まあまずですね、大きく変わったこと、ウーバー配達で大きく変わったことがありまして、それがですね、こちらドゥドゥンドン、はい、こちらですね、これなんでしょう、これね、これね、ポケット Wi-Fi です。ポケット Wi-Fi をちょっと変えました。っていうのもですね、9月の21日の時点で速度制限になりまして、で今自分ドコモのアハモに加入してるんですけれども、アハモって1ヶ月 20GB 使えるんですけれども、まあやっぱ外でねずっと Uber 配達とかしてると、まあ、足らないわけですよ。 20GB もうあっという間だから、まあポケット Wi-Fi 買った方が早いなっていうことで、まあまだ9月の21だったので、あと10日間ぐらいあったので、まあちょっと変えまして、今 Wi-Fi 繋がってます。でですね、まあ、今日 Uber 配達しててすげえ思ったのが、あんまり稼げませんでした。っていうのも起きたのが11時過ぎぐらいで、もう配達始めたのが11時半ぐらいからだったんですけど、やっぱ午前中が結構俺のところ稼ぎ時なんですよ。まあプラス今日祝日っていうこともあって、なんか分からんけど、まあ祝日は関係ないかな。まあでもあんまり稼げませんでした。まあで本日の稼ぎ発表する？まあしますと9800円ですね。9800円です。でまあまだね、現時点で8時半なんですけれども、まあまだもうちょっとやれるんですよ。でちょっと悩んでんのが、1回もう家帰っちゃって動画編集するか、まあでもこの動画だったらカット編集だけでいいかなって、まあ、正直思ってるので、カット編集だったらすぐ終わるんですよ。20分ぐらいで終わる。もっとかな、10分ぐらい。まあ、最近動画上げられてないので、じゃあそうでしょう。そうしよう。でまあそうだな、一番最後に、まあ今日ね今8時半で、まあ、動画撮影終わるのが8時40分ぐらいかな。そこからまた Uber やって10時ぐらいまでやって、10時半ぐらい動画上げますよ。でその時になんか今日最終的にいくら稼いだのかちょっと発表したいなと思います。でですね、まあ、今日 Uber 配達中で何が起きたのかっていうと、まずですね、午前中なんかあったかな。午前中は特に、あ、午前中はめちゃくちゃ暑かった今日。いや、マジ引くほど暑かったよ。で、まあ、最初はね、マクドナルドからスタートしたんすね。マクドナルドからスタートしたぐらいだね。でね、まあ、午前中終わりまして、配達。で、まあ、午後6時過ぎぐらいかな。っていうのも、今日ね、ポケット Wi-Fi 届いたんすよ。だからもうギガを買ってたの。1ギガ500円ぐらいするんですよ。それ買ってて、で、なんか、午前中はそれでやってたんですけど、でまあ、家帰ってきて不在票届いてたんで、でまあ6時ぐらい届いたんですよ、ポケット Wi-Fi で。設定とかして6時半ぐらいから配達し始めたんですけど、そっからですね、一発目が、俺時々すげえ思うのが、お店のすごい近くなんですよ。俺ん家からお店まではすごい遠いの。4キロぐらいあったんですよ。4キロぐらいあって、そのお店から配達先までもう道渡っただけ、道渡ってすぐのマンションだったんですよ。それね、時々あんだよね。なんかお店の裏側のマンションとか、もう徒歩圏内なんですよ。なんで俺これ配達してんだろうって思いながら配達しました。ココスだったね。でまあココス配達しまして、であとすごいね気まずかったのが、唐揚げ屋さんがあるんですよ、俺ん家の、そのエリア内に唐揚げ屋さんがあるんですけど、そこでまずねパーンって行ったんですよ。で行って「ウーバーイーツです」って言って、まあ、取りに行って、まあ、届けましたと。届けてる最中にまたそこ呼ばれたのよ。ピコーンってなって「ああまたそっちか、そのお店か」って言って、またその唐揚げ屋さん行ったんですよ。すいませんみたいな。そしたらもう顔なじみになっちゃって、「あ、はい、お願いしますね」みたいな感じで「あ、おはようっす」みたいな。まあ届けてて、らまたもそこ3連続でね、なんか3連続でね、俺向かってる最中ね、次何よっかなって思ったんですよ。でやっぱ頭の中妄想するんですよ、俺って結構妄想派で、妄想派、すいませんねみたいな、またちょっと来ちゃいましたみたいなこと言おっかなみたいな、そっち系の慣れ慣れしい系か、まあここら辺配達員多分俺しかいないですねみたいな感じの、若干の黄昏系、どっちで行こうかなと思ったんだけど、もうお店のペースにのめり込まれて、そんなに慣れ慣れしくできなかった。あ、よろしくお願いしますって、あ、すいません、ありがとうございますみたいな。それででもね、1個だけね、なんかお豆腐屋さんがあるんだよ。そう、お豆腐専門店があるんだけど、そのお豆腐専門店の店主というか、まあ眼鏡かけた坊主の人なんですけど、その人とは結構喋れるんですよ。なんかコオロギだ、
コオロギがいる。あれ、もうコオロギだよな。どっか行ったの。で、あとまあよくあるのが、ウーバー配達中によくあるのが、やっぱマンション名は書いてあるんだけど部屋番が書いてない。これ本当にやめてほしい。だからね、なんかもう聞いたんすよ。女の人だったんですけど、まあチャットで聞いて、まあかかってこないから、まあ、電話して、すいませんみたいな、すいません、あの部屋番ナンバーですかみたいな。そしたら、あの一番奥の101ですとか言ってて、見てきゃじゃん。それがね、まあ2回ぐらいあったね。で、まあさっきね、もうこの撮影する前に配達したところ結構高級そうなマンションだったのよ。最上階あたりで、あ、すげえとこ住んでんだなと思って、まあエントランス入ります、ピーって入って、ポポポって部屋の番号打って、で呼び出しポーンってやるんですよ。そしたらドゥルルルルンってなるんですよ。で、バーって出てきた。めちゃくちゃ緊張してる。びっくりしたよ。すごいびっくりした。めちゃくちゃ、あ、後でいや、あともう一個あったのが、何やす、どこだ国、フィリピンかな、あ、インドネパール、インドネパール料理店なんだけど、そこまで行ったんですよ。行って、あ、すいませんみたいな、ウバですっつって、あ、よろしくねって言って、で、もうそこ閉店してたの、そのお店。まあ閉店してて、まあ他のお客さん入ってなくて、まあ俺だけだったんですけど、よろしくねって言われて、ポーって出されたんですよ。で、次どこ行くのって言われて次どこへ、個人情報でいいのかなと思いつつ、次どこ行くの、うん、あ、遠い、あ、結構近いね、うん、あ、そこ行くんだおい、見るな、情報漏洩させられました。っていう Y の、とりあえず Uber 配達員としてのまあ一日でした。まあ今からまたちょっとやって、まあ家帰って、まあカット編集パッてやってね、ポッてやってシュッてやりますよ。じゃあまた、またな。俺は Uber をしようかなと思うよ。We'll be right back.